とする者たち、数百年戦っては数百年戦力が整うのを待ち、そんな状態が続く中、子が生まれた。名はトール。名の由来はこちらの世界の作家だ。私たちの世界の人間がトールの名前の由来だったんですか？いかにも。お父さん、お父さん、人間とはどんな存在なのですか？害悪でしかない、滅ぼすべき者たちだ。勢力に迎合しなければトールは迫害されると思った。トールには生まれた時からドラゴンの枠組みに加え、私の娘であることも背負わせている気がした。